かもしれない。いいよいいよ。うん？寝ててもいいよ。寝ててもいいよって。あれだね、最初から寝てたらウケるよね。もわら切り抜刀斎です。タオルドノです。あ、今日は最初から何箱があります。はい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 って。いや何、え、どういうリアクション待ちだった。いや、こないださ、うん、撮った時さ、うん、箱なかったから今日は何の撮影ですかみたいな話したじゃん。した。うん、だから今日は最初から置いときました。あ、わかる。見たらわかる。わかる。何もうこれもこれいつもの人だしょ。 いつもの人だしょ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 。あ、もうこのシールでわかる。シールでわかる。うん、この上に物を置かないだっけ。違うよ、荷物だよ。何回やってんの。もうパッと見これ何かカラーで、あ、カラーでね、うん、色で覚えても、そうそうそう、読まなくても、そう、もう読まなくても私は分かるよって、うん、いつもの型ですので。はい、これはね、脇差しだな。長さ的にってこと。うん、担当ではない。うん、脇差しだよね。うん、開けてみてください。開けてみる。開ける。たまに開けない。なんで。なんで。開けてください。わかりました。じゃあ早速開封といきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、このパターン初だね。初。濡れない。バカ。あれ、また封筒の方じゃない。ね、すごくない。はい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 、これもなんか何これ。そしてな、紙がさ、なんかいろいろ入ってるけどさ、なんか封筒物が好きなのかな。まあ、と見えないようにして。あー、脇差し一振りって感じですね。あ、ごつ、あれなんだ、シナサヤだけってことか。そう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 。あ、シナサヤがあんまり良くない、うん、現代刀っぽいよ、今のところ。現代刀だったら保存ついてるからもうぶっこと、うん、で、うん、もうなくなってる刀のやつか、うんうん、現存してる刀鍛冶さんは保存取れないから、うん、そうなんだ。そう、生きてる刀鍛冶さんの作の刀は保存取れないんですよ。なんで？生きてるか。へえ。生きてるうちにそういうの欲しいよね。あ、だからそういう称号は無鑑査とかそういう称号あるよ。うーん、でもその美術刀剣の保存としては取れない。保存刀剣そうなんだ、うん、なくなったら取れるようになる。変なの。だってそれがさ、もし、うん、あの悪用されちゃったらさ、うん、現代刀匠で保存取れるようになっちゃったら、うん、この人にはいや、あげるけど、うん、こっちは絶対保存通さないとか、なんかそれなんかしがらみ、わかんない、なんじゃない、わかんない。そうなんだ。いや、もし、そういうのが問題になっちゃう可能性があるから、うん、もしかしたらその、やんないというか、うんうん、そもそも現代刀匠って作れるじゃん、うん、刀を、うんうん、それ保存取ったから次もまた作れるじゃん、うん、だから保存しとく意味がない、意味がないというか、うん、それ以上もう刀を、この刀はもうそれ以上作れないから保存をする意味があるんだって。なるほどね、うん、そうじゃなくて、なくなっちゃったらもうそれ以降、うん、その銘の刀は作れないわけじゃん、うん、だから保存するに値するっていう風になるんじゃない。うん、そういうことか。うん、そういうことだと思います。なるほど。はい、じゃあ早速、はい、拝見します。おっと、すごい珍しいね。
やっぱり。何が？思ってた。何が？つぶがかなって。おお。黙ってればよかった。黙ってても言ったと思う私。あ、そう。これ研ぎ直したいね。そうなんだ、うん、錆びてるの。いや、うん、ところどころね。これ現代刀でなかったね。現代刀ではない。現代刀ではないです。うん、神刀ぐらいじゃない。期待気づか戦った傷跡？鍛え傷、うん、聞こえてたんだけど、うん、これは戦ってはいない。戦ってはいないと思う。鍛え傷は、うん、刀を作る時にできた傷です。それは知ってます。はい、戦った傷は誉れ傷と言います。はい、まあ、備前ではないのは間違いない。備前とか総集ではないね。そうなんだ、うん、美濃かなって感じ。これ本当に保存取った後いじっちゃった感じ。いや、もうちょっと綺麗だったんじゃないかなと思うよ。なんで？なんでわかるの？保存取った時はヒケキスとかがね、うん、結構入っちゃってるから。へえ、じゃなんか使ってたのかな。いや、使ってはないと思うけど、うん、こうなんか頻繁に抜き刺してたんじゃないか。刀大好きな人って見すぎちゃったやつ。いや、見すぎたとしてもあのちゃんと丁寧にやってればね、うん、そんな傷つかない。うーん、肌はだいぶつんでるね。でもね、へー、ことではないって。もう、うん、あー、歯縁に煮えがすごいついてるね、これね。へー、うん、歯縁に煮えですか。うん、で元の方は煮えてないんだよな。これもね、ちゃんと研いであげたら、あの、すごいいい肌出ると思うんだよな、もうちょっと。なんか肌伏せてない？そう、どうだかわからない。研ぎ待ちの刀いっぱいになっちゃうんじゃない？まあね。うん、ちょっとこれ中子見てみましょう。うん、お。古そう。濃州石。三阿弥金鷹。金鷹、金鷹って結構古くから続いてるあれだよね。三阿弥あって、うん、石物だったね、うんうん、神道ぐらいじゃないかなこれ。確かに江戸初期とかそのあたりじゃなかったかな。何が、うん、この金鷹って。うーん、保存の方みたい、うん、なんかいっぱい入ってるんだけど、なんだろう。写真、あれ、なんか写真が入ってるからちょっとこれ後で見ましょう、うん、脇差し 51.3 反り1 1センチか。特別保存なんだこれ。何気すごいやつだったのね、うん、これ特別保存なんだね。結構最近だね、令和2年だからね。本当だ、もうちょっと良くしてあげたいよね。そっか、特別だから。やっぱ特保取れてんだったらね、うん、特別保存取れてんだったらもっと綺麗にして保存してあげたらいいんじゃないと思うんだけど、これは何でしょう。え、何したの、あれ、何これ。これ時任無一郎か。どうしたのこれは。この刀のこしらえですよ。へえ、そういうこと。これ、え、ちょっと待って、おもちゃのこしらえがぴったりはまったってことだよね、きっと。うーん、だってあの、この方だってこしらえ別に作れるとかじゃないと思うから。そもそもこれ多分おもちゃの絵そのままだと思うよ。え、じゃあこれはなんだ、つなぎがちゃんとしてる。つなぎは元からあったんじゃない。うん、えか分かんない、作ったのか分かんない。え、これはついてきてたの、この方特別保存。違う違う違う、これだから遊びで作ったんでしょ、うん、多分この所有者の方が、うん、特別保存の刀にこれがついてきたわけじゃないよ。なるね、ぴったり多分サイが入ったんだと思う、これに。そうなんだ、うん、多分この形見て、うん、あれ、なんかそれ
反り具合一緒じゃね、うん、あ、入ったみたいな感じじゃない。よくはまったね。ね、さすがにでもこの腰内は入れてこなかったんだね。そうだね。逆にこれを見たかったね、うん、はまるところをね、うん、ちょっと面白かったかもね。ね、うん、ぴったりはまるもんなんだと思って、うん、ね、逆にさ、こしらえがない刀とかあるじゃん、もう裸身でさ、うん、なんか出てきちゃって出てきたやつとか、そういうのはさ、うん、やっぱ裸で置いとくんだったらこういうのに入れた方がいいと思うし、まあね、入んだったらね。そうだよね、うん、はんとこが2箇所ぐらい擦れてるし、うん、これ肌まさめに流れてると思うんだけど、うん、こうなんかね、時がね、ぼやけててね、うん、よくわからん、うん、分からんっていうか、まあ見えるけど、うん、ちょっと見えにくいよね、うん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 、あ、胸もちょっと錆びてるじゃん、うん、ね、これは綺麗に研いだらいいよ、いいよって。多分またこれ安く手に入れたんだろうね。そういうことなの、うん、だと思うよ。へえ。安いのっていうのには理由があってさ、うん、手入れを研ぎに出したり、こう工作とかっていうのをした方がいいような刀が結構多いから、まあ、それにまたお金はかかるんだけれども、でもこの刀を好きだな、大事にしたいなって思ってやってくれるんだったら、もう本望だと思うし、この刀自体もね、そういう所有者さんに持ってほしいよね。いいの？いや、肉置きを直さないとダメだ。あんまり上手な研ぎ師さんじゃないね、前研いだ。そうなんだ、うん、ありがとうございました。これも映した方がいいのかな。まあ一応ね、まあそうだね、うん、まあ皆さんにも、これはあくまでこの方がこの方の好きで、まあちょっと遊び心でね、うんうんうん、やったものなので、まあ別にその否定をするとか犬とかじゃなくて、うんうんうん、あの本当にこの方は刀を大事にしてくれる方で、うん、要はこれは研いだ方がいいですよとかっていうのをね、うん、これはこのままでいいんじゃないですかとかいろいろアドバイスをすると、うん、まあその通りにやって、うん、ちょっとこの刀かわいそうだから、あの、うん、研ぎましょうって言うと、じゃあそうだよねって言って、うん、そこに、まあ、お金をかけていただいて、その刀を救うというかね、あの正常な状態に戻してくれたりっていろいろね、うん、刀については初心者ながらも、うん、あのいろいろ考えてくれてる方ですので、うん、まあ、その辺はすごく素晴らしいなって思うし、まあこういう遊び心もたまにはいいんじゃないかな、うんうん、それでその無理やり入んなくて引け傷つくのはダメだけど、うん、ぴったり入って傷もつかずに入って、うん、あらこれぴったり入るじゃんみたいなのは全然いいと思います、うんうんうん、はい、入んないからって無理やりやったら、あの傷だらけになるんで、それだけはね、やめてもらえればと思うんですけれども、ただこう遊び心もたまにいいんじゃない。そうだね、うん、俺やんだったら本物そっくりに作るけど、一から。まあね。まあそれがあれだよね、鬼滅のやつ作ってるのはね、ホイキーさん以来で来たやつは、ね、全部作りますけど、うん、まあ一番は唾の問題があるからね、うん、まあ、それはそうだよね、うん、まあ、ということで、こちらの、うん、金高、皆さんもアップで見ていただければと思いますので、どうぞご覧ください。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いでござる。Twitter、
インスタグラム、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。